ターチャンネルガードマンは過激なドッキリで知られていますが、その最新の動画が再び注目を集めています。彼の動画は視聴者からの批判を受けていますが、それは彼の創造性とエンターテイメントのバランスを保つ難しさを示しています。彼の4月26日に公開された動画、友達の風呂にチーズ牛丼200人前詰めてみたでは、大量の牛丼を浴槽に詰め込むという内容が批判の対象となりました。この動画は食物の無駄遣いとみなされ、視聴者からの反発を招きました。特に元不登校 YouTuber で青年革命家として活動するユタボンさんは、学校で何を学んできたんやという厳しいコメントを寄せました。しかしガードマンさんはこの批判を受けて反省し、5月1日に新たな動画、川でゴミ拾いしたら大事な私物が大量に捨てられてるを公開しました。この動画では彼が川でゴミ拾いを行い、その中から自身の私物が出てくるというドッキリを行いました。これは前回のチーズ牛丼風呂の動画に対する反省の表れとされています。この動画についてマイさんは、やるなと思って、チャンネルガードマン普通に嫌い、ちょっと気持ち悪くて、あいつガードマンさんがねとコメントしましたが、これは冗談めかしたもので、彼自身も仲間として一応謝っとこうと思って、視聴者に不快な迷惑かけました、すいませんでしたと謝罪の意を示しました。ユニフォームの扱いについての議論、エンターテイメント界の一部でガードマンさんの私物を使ったドッキリ企画が話題となっています。 MY さんとカメラマンはガードマンさんの私物を集め、その中には GARDMAN のネーム刺繍が入ったソフトバンクのユニフォームも含まれていました。このユニフォームは22年9月25日のソフトバンク戦で始球式に登場した際に球団からプレゼントされたものです。この企画ではガードマンさんの私物が側に投げ入れられ、その後彼がそれらを見つけるというドッキリが仕掛けられました。彼がユニフォームを見つけた時の反応は視聴者に強い印象を与えました。この企画に対する反応は賛否両論で、一部の視聴者からは面白すぎる、もっとやれという声が上がっています。しかし野球ファンからは、ただの SB ファンの俺でも悲しいのに、チーム関係者が見たらどんなに悲しいことだろうか、二度と野球に関わるなといった怒りの声も聞かれました。特にソフトバンクの又吉克樹投手は、人の価値観だから何とも言えんけど、ユニフォームをあんな扱いするのは見たくない、事実確認と肺へ見なきゃよかったとコメントし、その後もファンからのコメントをリポストして自身の怒りを表明しました。このような反応を受けて、エンターテイメント界では今後どのようなドッキリ企画が許容されるのか、また視聴者の感情をどの程度まで考慮すべきなのかという議論が起こっています。これはエンターテイメントの世界だけでなく、スポーツ界にも影響を与える可能性があります。今後の動向に注目が集まっています。ただしこの記事はエンターテイメントとスポーツの交差点に立つ問題を取り上げており、その解決策を示すものではありません。それぞれの視点から考えることで、より良い解決策が見つかることを期待しています。この問題についての議論は、エンターテイメントとスポーツの領界における価値観の違いを理解するための一助となるでしょう。それぞれの立場を尊重し、互いの価値観を理解することが重要です。それが、この問題を解決するための第一歩となるでしょう。視聴者からのコメントを読んで返信する部分、動画の最後にコメントをつけて、ご意見をお聞かせください。私自身、特に頭脳明晰とは言えないので、思いつくことが難しいのですが、ある人々が他人を不快にさせる行動を、どのようにして面白いと感じるのでしょうか。可能であれば、何か著名な研究者や研究所に、一度調査してもらうことはできないでしょうか。何かが分かれば、その情報はこのような人々や集団が生まれないようにするヒントになるかもしれませんね。東京大学の山田教授によると、他人を不快にさせる行動を面白いと感じる背景には、自己中心的な思考パターンや共感能力の欠如が関係していると指摘しています。山田教授は、このような人々は自分の感情や欲求を優先し、相手の立場に立って考えることができないため、他人の気持ちを無視してしまうのだと分析しています。また、同じ傾向を示す人々が集まることで、互いに刺激し合い、
さらに過激な行動を正当化してしまう可能性も指摘されています。この問題に対する解決策として、山田教授は教育現場や地域社会における思いやりの心を育む取り組みが重要だと提言しています。そういう YouTuber は以前から存在していましたね。炎上経験のある YouTuber を始球式に招くのも問題だと思いますが、こうなるのは避けられない結果だと思います。謝罪は形式的なもので、真の反省はしていない存在です。いろいろな炎上を起こしている YouTuber を見ればそれがわかると思います。何度も謝罪し炎上を繰り返しているのは事実です。 YouTuber を活用しようとする人々は何度も謝罪している YouTuber を避けるように学習すべきです。確かに過去に炎上経験のある YouTuber を起用することは問題があると思います。彼らの謝罪は形式的なものに過ぎず、真の反省がないことが多いのが現状です。しかし、YouTuber を活用する側にも責任があります。過去の問題行動を繰り返している YouTuber を避けるよう、慎重に選定する必要があります。YouTuber の影響力は大きく、適切な人物を選ぶことが重要です。また、YouTuber 自身も自身の行動に責任を持つべきでしょう。繰り返し炎上を起こすようでは、信頼を失うことになります。YouTuber には、自らの行動を反省し、視聴者への配慮を忘れないよう求められます。当初から、様々なものを無造作に破壊したり、他人に対して非常識な行為を行い、その反応を楽しむことが主な企画だった YouTuber が存在していました。そういった YouTuber を始球式に起用し、社会的地位や一般的な認知度の向上に大いに貢献したソフトバンクこそが最初の問題です。粗品とは親しい関係にあるようですが、浴槽での牛丼、ユニフォーム、そしてこの件、どれも笑えるものではなく、むしろ反感を覚えます。しかし、支持者や支持する企業が存在する限り、このような YouTuber がお金を稼ぐ状況は何も変わらず、手立てがない。それは残念な事実です。確かに、無秩序な行動や他人への迷惑行為を楽しむような YouTuber の起用は、社会的な問題だと思います。ソフトバンクがそのような YouTuber を起用したことは、企業としての責任を果たせていないと言えるでしょう。しかし、支持者やスポンサー企業が存在する限り、このような YouTuber が活動を続けられる現状は変わらないのが現実です。企業側にも責任はありますが、視聴者の意識改革も重要だと考えます。視聴者一人一人が健全で建設的なコンテンツを求めていくことで、企業の対応も変わってくるはずです。YouTube の運営側にも、適切なガイドラインの設定と厳格な運用が求められます。